はい、皆さんこんにちは、ワンダリフルビジです。では今回はギレンの野望、青き星の覇者、マクベイプレイの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、マドラス基地の攻略を行いました。で今回はその続きになります。早速ですがギニアス大佐より通信入ってますので、こちらの内容から確認していきましょう。アプサラスが完成しました。これも閣下のおかげです。 6000AP 払ったのかな、結局6000AP 払う、余裕は要求があった当時はなく、今回 6000AP ギリギリ貯めておいたんですけど、今のところ6055っていう形で AP は残ったままですかね。アプサラス1号機は閣下の軍団に配備されるよう手配しておきました。いやー、これはありがたいな。ちょうどモビルアーマーとして使っていたアッザムがね、少し火力不足かなと思ってたので、これがアプサラスにリプレイスできればだいぶ違ってきますね。で、私と妹のアイナサハリンが副科のノリスパッカードは閣下の指揮科に入ると。よし、これでじゃあノリスが戻ってきてくれる、まあ、そういうことですね。ではこれでいよいよ南米連邦軍の基地のあるジャブロ連邦軍本部への攻撃が可能になるということですかね。さて、情報部より緊急連絡、連邦政府と軍の内部で政変が発生。徹底抗戦を主張するグループがクーデターを起こし、和平屋や穏健派を一掃、実権を掌握。うん、レベル将軍も失脚か。誰がトップになったんだろうね。ああ、コリニーが、レベル将軍の代わりに指揮を取ると。そういうことですね。カリブ海で偵察に当たっていた潜水艦から報告。木原式艦影を目撃。北アメリカ方面に向かっているよ。おー、そうなるとガンダムとまた交戦するということにでもなれば、モビルスーツを失ってしまうので、ガンダムと交戦するときは3機編成の前衛を持つ部隊をまずぶつけて、ガンダムに撃破されるのは1部隊っていうよりかは、そのモビルスーツ1機だけにしたいかな。前回ガンダムと交戦してゾッグ、1機編成のゾッグが撃破されてしまったんですけど、あそこもし3機編成だったら、ガンダムの格闘で1機落ちたとしても残り2機残ってれば、師団の編成がね、やり直す必要がないので AP の節約にもなるかなと思いますね。では木馬討伐にマクベ直接出向いて片付けてやると、まあ、こういう展開ですね。ここはいきなり戦闘だな。今までだと戦略フェーズがありましたけど、木馬隊との戦いか。しかもこれは完全に自動で編成された部隊ですね。こんな編成は取っていないもんね。まあ、ギャロップにグフ、ドーム、ドーム、まあ、これだったら木馬撃破もできそうな気がするけどな。どうやって戦うのがセオリーか、それくらいは確認しておきたいのと、木馬、つまりホワイトベース隊と戦うときは先制攻撃は絶対にしたいので、下手に動くのはやめましょう。で、相手の方ですが、これはホワイトベースでね、アムロ、カイ、ハヤト、で、
護衛が、ミリアにジョブジョン。そうなんだよね。ジョブジョンが感情してるからね。で、コアブースターに、セイラとスレッガー。スレッガーがもうここで乗ってるんだな。よし、そしたら、あえてここは動かずに、敵の出方を待ちましょう。マクベ専用ギャンで仕留める。で、ホワイトベース隊が前に出てきたら、フルボッコしましょう。よし、予定通りだ。まずはマクベでいきなり攻撃を仕掛けるよりかは、一旦、おっと、ちょっと待ってね。そういうこと？届かないか。しょうがない。これは一旦目は、犠牲者が出るな。ガンダムの強さはもう前回確認しましたからね。この後ガンダムに格闘を入れて、ガンダムを仕留められるかですね。残るか。そうだよな。まあ、ただ予定通り一機だけで済みましたね、犠牲が。いや、ガンダムガチで強え、これ。全然減ってねえじゃねえか。マジか。想像をはるかに超える強さだな。ドム部隊で敵の事務部隊を撃破して、最終的には、マクベで仕留めるのが理想形ですけどね。何残るか、ここもジムが。いや、想像よりはるかに強いな。いや、ザンジバル部隊はなんとか、ノーダメージで残しておきたいな。これはセイラとスレッカーだな。ゴアブースター抜けましたよね。これで仕留めたとして、後ろのコアブースターは、マクベ隊で撃破しましょう。いや、強いな、本当に。パイロットが乗ってるのは本当に強い。よし、とはいえ仕留めたな。これで次のターンにアムロのガンダム、ホワイトベース隊に潰されると思うので、そこを残ったら、残りの部隊で、ホワイトベース隊フルボッコですね。よし、残った。残ってさえくれれば次のターンで多少回復できるので、うまく使えば、戦力の回復ができるな。ブライトだ。このガンダムがほんと強いんだよな。これで前衛が壊滅するな。さて、残ったこの事務部隊を相手にするぐらいだったら、できるだけ、もうガンダム部隊を倒したいよね。
まずは先制攻撃。いや、全然減ってねえもんな、ガンダム。格闘が3発入っても倒せないからな。いや、これは強い。これまた一気やられるよね。いや、マジで強い。どうする？攻撃を集中した方がいいのは間違いないので、キャノンとタンクを先に潰して、なんとかガンダムに攻撃を集中するパターンかな。キャノンは今回で潰せるでしょう。できればタンクも潰したかったな。これで前衛のガンダムに3発格闘を入れて、一発返されてドムトローベンがやられるよね。よし、これでガンダムを削った。とどめがさせないのがちょっと惜しいな。できれば師団をね、失わずに倒したかったですけど、まあ、ただここは多分シナリオバトルになってるっぽいので、あんまり関係ないのかな、師団を失う失わないっていうのは。 AP をできるだけ節約したいですからね。よし、これで残ったのはホワイトベース隊だけだ。ホワイトベースなので少し体力が回復してきてるんじゃないかなと思いますけどね。そうですね。これでまたやられるよね、一気。やられる。2A。ただ次のターンでガンダムを締められる。まあ、せっかくならマグベ隊で仕留めたいよな。よし、ガンダム落とした。まあ、実際にはマクベとね、アムロ、ギャンとガンダムは、テキサスコロニーで戦って、マクベがね、撃破されるというのがアニメ版のガンダムなんですけど、まあ、ここは、無事、マクベでアムロを撃破しました。よし。一応テキサスなんだね。テキサスコロニーじゃないまでも、テキサスでガンダムと相対したっていう、ちょっと細かい作りになってるな、ちゃんとね。キシリア中将より通信。うん。木馬を仕留めたそうだな、そうですね。おかげさまで木馬を撃破しました。でいずれ本国から昇進や勲章の話が届くだろう。いや、これはありがたいね。マクベが少将から中将に昇進。さらに追加補給。AP3000。よし。12,800 まで増えました。これで、また強化ができますね。ではですね、まあ、ちょっと今回短めにはなりますけども、木馬、まあ、ホワイトベースタイプの戦闘フルでご覧いただきましたので、
一旦ここまでに今回はさせていただいてですね、次回、この続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。